おはようございます、たかしです。本日は7月19日水曜日、ただいま9時33分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。現在日足は GMMA の青帯と接触、そしてこのオレンジのトレンドライン付近というところで、ここから反発上昇できるのか、それともこのトレンドラインを下抜けるのかっていうところ、直近では急激な下落後に一旦反発をして、現在は踊り場で、ここからどちらに動くのかっていうのを迷っている、そんな期間に感じられます。マクディの下落モメンタムはまだ強い状況ですので、上昇したとしても上値は重いんだろうなと、もしかするともう一段深掘りをしてくる可能性もありますね。現在はこの直近の上昇に当てたフィボナッチリトレースメント 23.6% まだ達成してませんので、177円ぐらいまでは下落してくる可能性があります。その場合は GMMA の青帯に深く突き刺さってきますので、この辺からの反発になっていくのか、それとも現在地付近からもう一段上昇して直近の高値を目指すのかっていうところを見極める、今は踊り場ですので、どちらに行くのかを見極める、そういう期間に入ってきてますので、分かりにくいところでトレードすると、今はどちらに行く可能性、もう一段下落の可能性、ここから反発の可能性、どちらもありますので、その辺しっかり引きつけてトレードしていく必要がありますね。では4時間足です。先ほどの日足のトレンドラインがここですね。この付近に現在は停滞中です。昨日もその前もそうですが、上がったり下がったりと分かりにくい動きをしてます。現在 GMMA は若干下向きの横ばいになってますので、基本はレンジなんですが、下向いてますので基本は戻り売りですね。直近の下落に対する戻り売り、こういう下落のイメージをしている人たちと、こういう上昇をイメージしている人たちによって、今は攻防戦が行われているところですね。まずは現在の揉み合いをどちらに抜けるかっていうところを見ていきたい。現在の揉み合いちょっと分かりにくいんですよね。若干下落トレンドを描いているようにも見えます。高値を切り下げてきてますよね。で、安値も切り下げてきているというところで下落トレンドを描いているんですが、このまま下落トレンドが継続していくのかどうかっていうところを注目していきたいですね。今日足ではトレンドライン付近で、ここから反発するのかどうかっていうところ、4時間足ではこの下落になるのか、それとも日足での反発での上昇になるのかっていうのを見極めていく、そういうタイミングに入ってきてます。マクディは方向感がありません。ストキャスティックスもあまり綺麗な動きをしてませんので、基本的には現在のレンジを抜けた方についていくのがいいんですが、下抜けた場合底堅い動きをしているのも確かですよね。昨日とかその前を見ていても、下抜けて一度強めに下落しても長い下髭陽線で返されてますので、底堅い動きはしています。ただし上昇しても長い上髭でも返されてますので、そこも難しいところですね。では1時間足です。1時間足の解説に入る前にお知らせです。しばらく休止してました FX テキストの販売を再開しました。7月いっぱいは1割引きで販売します。また8月から値上げをしますので、購入は今が断然お得です。詳細は概要欄をご覧ください。それでは1時間足を見ていきましょう。この黄色の矢印は Twitter での先出し投稿で使用したものですので、もしご興味あれば Twitter のフォローもお願いします。現在は1時間足 GMMA は横ばいですね。4時間足の GMMA がこの辺を走ってまして、上値を抑えてきておりますので、やはり1時間足はだんだんと高値を切り下げてきているところにはあるんですけれども、ここを突破できるかどうかっていうところに注目ですね。逆に下抜けるかどうかっていうところも見ておく必要があります。今は4時間足の GMMA で上値を抑え変えられているので、上がったところは売られやすい、ただ下がってくれば次は買われやすいところには来てますので、若干こう高値を切り下げ、安値も切り下げてきておりますので、その辺は気になるところですが、やはり下がったところは買われやすいので、今はどちらに行くのかが分かりませんので、下がったところで買う、上がったところで売るっていうのをやっていくのが良さそうです。そして現在の揉み合いですね。これを下抜けた時っていうのは、この紫のラインとかオレンジのラインがあります。ここが1時間足とか4時間足の目線切り替えポイントと考えているところですので、このあたり179円から180円ぐらいっていうのはまた底堅い動きをしがちだと思いますので、この辺まで下がってきたところでは短く押し目買い、反発の上昇を見込んでの押し目買いですね。こういった反発の上昇、下がってきても急激な上昇、下がってきても急激な上昇みたいな感じで、その反発の上昇を見込んでおくのもいいかもしれません。ただし明確にここを下抜けてきた時は、先ほどの4時間足での大きな下落のイメージですね、そちらの方に動いていきますので、その辺は注意ですね。押し目買いができるのはこのポイントまで、
179.5 付近、この辺を明確に下抜けるまでは押し目買いでいいと思いますが、そこを下抜けてくると次は大きな4時間足の下落に入ってきますので、その辺からは戻り売りでやっていくのが良さそうです。そして上抜けてきた場合ですね、直近の高値この辺です、 182.2 付近、この辺りはずっと意識されているポイントになりますので、そこを明確に上抜けてくれば直近高値まで、まずはこの辺ですね、183円ぐらい、そこを抜ければ次は184円ぐらいという感じで1円幅ぐらいで上昇していくのかなと思いますので、現在のレンジを上抜ければ183、184と上昇していく、下抜けた場合は一旦は反発の上昇を見ておく、その反発の上昇が弱いようですともう一段下落っていうところで4時間足での大きな下落に入っていくというふうにイメージするのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップではトレードスキルを鍛えるための丁寧な解説動画を毎週更新しています。トレード上達のために欠かせないスキルアップをご希望でしたらメンバーシップをご検討ください。また環境認識が苦手、安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。プライム会員になれば日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には定評をいただいております。少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。2週間の無料期間がありますので、迷うなら2週間だけでもお試しください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。